はい、それで要するにね、相手はその左翼のね、そういう連中っていうかね、そういう方々をね、ねやっつけるにしてもですよ、論破するにしても、その左翼教育を戦後日本人全部受けちゃってるんだからね、でそれが正しいと思って思い込んでるんだもん、思い込んでるね、つまり彼らの方に正義があって ね我々の方に部がないんですよ基本は、ね、でその部がない人が ねこの要するにガーッと暴れちゃうとさ、ね、これとんでもないやつやなとなる、それをこちらがね勝つようにしようと思うと何かというと、事実を淡々と積み上げてですよ、で一つ一つ論破していって、であれと、あれ確かにそれだそうだなということをやっぱり感じさせないとね、人にね、で それをやっぱりやっていくっていうのは非常に大変なんですよね。だって僕もね、一番最初こういうことをね、府会議員の時代にまあ考えて、まあ街頭遊説もそうだけど、街頭遊説もちろんどなってませんけれどもね、淡々と喋ってるんですけどね、でそういうことを自分の講演会とかいろんな演説がやるでしょ。そうすると 今でこそね、だんだん我々のこういうね話も、あそうだと、ね、やっぱり戦後 の占領の時代おかしかったとかいうことから、もう最悪的にはどんどんは剥がれかけていってるけど、当時なんかね、今から20年、はい、30年前なんか、要するに憲法がね間違ってるとかね、はい、ね言った瞬間からもう右翼だという話になっちゃう、話聞いてもらえないしね、はい、頭おかしいんかという感じですよこれは。でそれをそうじゃないと、でねと、普通の人というか普通よりもかなりね本当にものを考えてる人だということで、我々もやっぱりこう信頼するようになってきたんで、民間団体だからまあ政治家じゃないんでね、運動としてやっていくのはもちろんいいんですけれども、で誤解されても仕方ないしね、これは。でね、要するに彼らのやり口なんですよ、要するに右翼イコールバカイコール暴力と、こうねこういう話でねつなげてるんですから、これは。でだからそこをそうじゃなくて淡々とやっていくと、そうすると逆に向こうの方がね、要するに現実全く無視した、ね、ことで、その矛盾だらけの戦後のこの体制をね全く整理できないままこうやってきてると、どちらがおかしいんだということをきっちりこちら整理し合っていったらですよ、それはこっちが勝つのは必然なんですよこれは。だからそういう運動でどんどんやっていこうが僕はいいと思うんですけれどもね、まあその運動団体の方は自由ですが、それもいや本当に、まあしかしこういう話にした方がね本当にいいと思いますよ。ただ大特会出てきてよかったのはね、やっぱりかなりタブーだったんだけど、はいはい、まあ思ってるところがありましたよね、日本人のうやむやね、それを大特会がまあある種晴らしたというかね、そういうところはあったわけね。しかしまあやり方としてあんまりヘイトスピーチとか、うん、でそれが暴力的なね言動になってしまうとちょっと後に引いてしまうんですよね、うん、初めそうじゃないよ、僕はなかなかね在日特権を許さない市民の会というのはそう僕はひどいもんだと思ってなかったんですよ。ところが後があまりにもねちょっと過激なやり方して、これはちょっと付き合いきれんなっていうので、というか初めからお付き合いもなかったんだけれども、うん、そういう印象でしたね。はい、まあ、ちょっとねこれ、まあ、私としてはですね在特会もですねやっぱどんどん変わっていかなければならないと思いますんで、うんうん、まあ、本当に出来たての頃はとにかくその目立つってことはとにかくその最優先というか、それやらなければならないということで、まあ、多少過激なことでも言わないより言った方がいいと。でもここまで来た段階でじゃあそのまんまのでやっていいのかって言ったらそんなことはないとは、ね、思います。であとですね、ちょっとその私の、まあ、個人的な意見だけじゃなくて、ね、一応私会の意見とかっていうのも会員の意見とかっていうのも代弁しなければならないんで、やっぱりそうこういう話を聞くとですね逆に今度は相手に合わせなくてどうするんだっていう相手のこういう戦い方っていうのがやっぱ左翼の戦い方っていうのがあって、まあさ彼らは彼らなりに上げ足も取ってくるし、でまあ暴力っていうのもこれそれこそ右翼以上にやってくると。でそれに対してただ我々指くわえて見てるだけなのかと、でそういうところに対してきちんと対抗していくっていうそういう勢力も必要なんじゃないかと、やっぱりそういう意見を持ってる人もいますしね、やっぱりそれはそれで私たちは大衆運動としてですねまあ認めて行こうかなと、まあ、これは私のというかその在特会の方針で、でまあそうは言ってもやっぱり問題ってなってるやっぱプラカードとか持って
あの良い朝鮮人も悪い朝鮮人も殺せと、うんうん、あのプラカード確かにあの1回だけなんですけれども、うん、で本人もあのこれは宣伝効果にならないっつんでもうすぐ理解してくれましたけども、桜井さん、いや、あの一般のっていうかその、うん、デモ行進参加しに来た人が持ってきて、そらダメだわでだけれども、だから要するにね、あれね、いいよ、ええー、となっちゃうんですよ。まあ結局だからそういうことをちょっとそのこれを通じて経験してくださいと、うんうん、でまあ我々はまあそれであの多少の失敗はもうその認め合っていかなければならないし、うん、そうじゃないとその大衆運動としてやっぱ成り立たないだろうし、で私たちは別にそのそれを言いたいがためにあの新大久保に行ったわけでもなく、うんうんうん、要するにまあね、片っぽね、はい、僕しばき隊っていうんですか、なんか知らないけど、はい、そういうね、まあ、それは要するに左翼勢力がやってるわけ、はい、だからそれがバーやっとると、ね、そいつらに負けてどうするんだっていうので、まあ、お互いこうね、はい、切磋琢磨だったらいいんだけどね、要するに暴発しちゃうとかあるからね、まあ、俺は、はい、なんかそういうところもあったんでしょうけどね、はい、まあ、要するにそういう手に乗ってね、はい、やると損しちゃうんですよ、はい、それで、あのちょっと今日はね、あの話すテーマで、もともと科学者なんですよ ね、はい、そうですね。それで今日はちょっとこういうあのテーマが出てたんですが、超伝導の表記と憲法と国体と、まあ、こういうことが、これ八木さん側からの提案で出てたんですね。これね、これどういうことなのかちょっと教えてください。あの私やっぱね、あの西田先生の、ね、プロフィール見てですね、うん、あこれすげえなと思ったのがですね、うん、あの超伝導の、うん、超伝導っていう字、うん、あの伝え導くっていうふうに書いてるんですよね、うんうんうん、これあの、まあ、我々理系の人間からしてみると非常に分かりやすい表現なんですけれども、うんうん、あのまあ、通産省のですね、昔 の、うんうん、あの 表記っていうか、うんうん、正しい表記っていうのはその伝え導くじゃなくて、うんうん、電気を導くって書いてあるんですよね、うんうんうん、ただそれが書かれると我々は全くその何を表現してるのか分からないと、うんうんうん、で結局あのなんでその超伝導って電気を導くっていうやり書き方で分かりづらいかっていうと、結局超伝導っていう現象が、うん、あの電気だけじゃないんですよ、うんうんうん、あの電導現象っていう、まあこれはあの中学校の時のその、うんうん、あのまあ、理科で習うようなその定義の問題なんですけどもね、あの伝え導くっていう、うんうん、あの字が正しい、うん、書き方です。で、うん、その伝導現象があの、うん、スーパーっていうかね、超、うん、になるから超伝導って、うんうん、ただそれだけの話なんですけどもね、うん、あの伝導っていうのを、まあ、要はその電気を導くっていう書き方すると、うん、何のことだかわからないんですね、うんうん、で例えばその導電性って、うん、字をひっくり返して、うん、あの、うん、電を導くっていう形でやってくれれば確かにその電気を導くって話だっていうのはわかりますけれども、うんそこはなんかね、あの要するに超伝導というのは絶対零度に近くなるとでやっていくと抵抗がゼロになって電気がずっと流れ続けますと、はい、ということは電気ずっと流れ続いてるから電源を切ってもあのまあそうですね、このここで流れ続けてるから、はい、あの磁石はとしてずっとなってますし言うんですよね。そういう現象でしょ。そのまあまあ結局はあのゼロにはならないんで、うん、あのずっとってわけにはいかないですけどもね、うん、ただもうあの限りなくその抵抗ゼロにな、うん、近くなりますんで、うんまあ、そういった意味ではその、今そのまあ応用先としてはその磁石ですよ ね、うん、ねあれ電磁石をあのいかにその強力なものを作るかっていうので、うん、だから一番初めにドンと大きな電流を与えると、そうです、ね、あとほとんど電流流さなくてもずっと電磁石になったままうん、なるそうですよね、はい、あのだからリニアモーター化は超伝導磁石ですか。そうです、はいはい、そうですよね、はい、だからその浮く時のそれは、はい、電気代いらないわけやね。だからそういうことあんまり初めにグンといるんだけど、はい、いっぺんやっちゃうとそれでずっと浮いちゃうという形なんですね、はい、であんまりこの話してもね皆さん興味ないと分からないんだけど、大事なのはいやまあだからそれで私あの、うん、非常に面白いなと思ったのはそこで、うん、あのいわゆるポリティカルコレクトネスみたいな、うん、なことよりも、うん、あのちゃんとあの正しい書き方してくれてるなと、うんいうことでですね、あの、うんまあ、非常に興味を持ったっていうのですね、うん、それで憲法と国体というのはちょっとそれはあの、はい、まあ話がちょっとまたちょっと飛んじゃうんですけれども、はい、飛んでくださいあのですねあのまあ保守の会のですね、はい、あの講演会を聞いててですね、はい、非常に面白いなと思ったのはですねあのまああのなんだろう、まあ、いわゆるその生前退位という話、まあ
で、あの天皇陛下 の、 その上位 の、うんうん、あの問題ですよね。でその時 の、 その、まあ、皇室典範という話をされてた時にですね、うんうん、まあ、あまりにもその何て言うかな、あの冷たいと、うん、今のやってる議論が、まあ、そういう話聞いてですね、で私もやっぱ同じようにあの思ってたところがあってですね、で結構その何て言うかな、あの論理的に片付けられる問題と論理的に片付けられない問題で、国体の話っていうのは基本的にその論理的にあのね、線引きなんかできるわけないから、そうそう、面白い、ね、でそこはだからなんかあのいやまあ面白いなと思ったところですね。そのバランスが絶対大事なんですよね、はい、あのね、はい、結局ね、まあこれ、今自民党、はい、それから野党も含めね、これから議長の、ね、はい、斡旋の下でこの天皇陛下のご退位のね、ご上位の問題についてやっていくんですけれども、うん、あの私も実はね、はい、あの党内で議論があった時に、まあ、なかなか広場でやらせてくれないんでね、はい、まあ、その理由もね、それは分かるんですよ、うん、なかなかこういうね、天皇陛下のご上位の問題をね、ここで賛成反対とね、みんなの見てる前ということ自体が、まあ、ある種はばかれる話ですからね、うん、はい、これはね、だからそれは静かにやりましょうっていうのは分かるんだけれども、うん、あのじゃあどうしたらいいのかっていうので、うん、自分で意見書いて、うん、あの出したわけですね。でそれが、まあ、今私のホームページにも出てますから、あのご覧になっていただいたらいいんですけれども、そこで私が一番書いたまさに八木さんと同じでね、要するにあの専門家の、ね、意見しか出てこないんですね、うん、はいはい、我々が知るのはね、うん、党内でどういうね、やあの議論してるかというよりも、うん、専門家限りはこういう意見出ましたという話ね、はい、でそれがね非常にね無礼だなと、天皇陛下に対してね、なんだという気持ちがものすごいあったわけですよね、うん、特に、天皇陛下のご退位をね、それを認めると天皇陛下が辞めたいと言ったから辞めるということになるとですよ、もし仮に天皇陛下が、ね、変な天皇陛下が出てきてですよ、でもう次あの皇位継承者がいないのにね、ね、辞めると言っちゃったらそれで天皇政が終わってしまうじゃないかとかね、それから天皇陛下が言うことを聞いてあったら、それは天皇の、ね、政治に対する介入でですよ、でそれはまさに憲法が禁止していることじゃないかとかね、あんた何を言ってるのというね、とんでも、ね、専門家の意見がボンボン変えたらわけですよ。でそれを見た時ね、要するにあの彼らは、まあ、結構保守系の人でそういう人もいるんですけどね、でそれは何かというと、もう心を忘れた天皇制になってるわけですよね。で ある種、まあ、天皇陛下も含めね、やっぱり憲法にそう書いてますからね、まああの今の憲法じゃなくて明治憲法にもちゃんと書いてますしね、なんだけれども、要はあの法律の中の存在だから、ある意味で言うと天皇機関説っていうのはそれは、うん、分かるわけですよ、国のある種の機関ね、はいはい、組織の一つだと。しかしもう片方でやっぱりあるのはあれですよね、天皇陛下に対する崇敬尊敬の念っていうのは国民の中にあって、うん、はい、それで存在がね、あるわけだから、うん、そう考えるとやっぱり物じゃないんですよ、ね、やっぱり我々のそういうあの思いというものがある象徴なわけでね、はい、でそうするとそんなもあの要するに物扱いでいいのかと、うん、ね、そうじゃなくて天皇陛下がこうおっしゃってたら、それはやっぱりそれを聞くのはね、うん、まあ少々必禁というね言葉がありますようにね、まあ、原則そうじゃないのとね、はじめ我々 の、 あの国民というか臣民というかね、うん、昔だったら臣民ですよね、はい、まあ、そういう気持ちが全く感じられないわけね、うん、専門家会議の方からね、そうですね、はい、それはどうないかがなものかというのがやっぱり一番あったわけですよ。でそれをね、私実はあの高村副総裁が、うん、この座長ですからね、あの直接に言いに行ったことあるんですよね、はい、だから私の意見はこういうことでと言いながらで言ったら、あの高村さんも全く私と同じ意見でしたね、うん、要するにあの僕は心のあるね、うん、心のある天皇機関説だよと、で得てしてね、天皇機関説でもいいんだけれども、うん、心のないね、うん、そういう機関説になっちゃうとね、本当あの冷たいものってダメだよねと、で君の言うことはよくわかるという話で、あの意見同じようなこうことになってきたんですけれども、ですからその今高村あの副総裁がね、自民党の、座長となって自民党のこの意見まとめながら相手の野党ともね交渉していかれるんで、あのそんなおかしなことまとまり方にはね私はならないと思いますが、まあこの問題はですね、やっぱりきっちりあのこれどういうふうに国民にこんな経過をね伝えていくかちゃんとやっていかないといけないなとは思いますけれども、うん、まあ、そんな状態ですね。
まあ、私はね、なんだろう、結局憲法自体が、うん、そんなにね、私は国体っていうものに背いてないと思うんですよね、今の憲法が、うん、そうね、うん、実はね、実はその実はね、あの象徴っていう書き方も、そうそうそう、あれ論理的に書いてれば確かにその昔のその、そうそうそう、ね、今のその、まあ天皇陛下というかね、うん、日本のあり方考えちゃえばそれそうなっちゃうし、そう、あと憲法9条に至っても、うん、あの日本から戦争を起こしに行くっていうのは、うん、歴史上ほとんどないんですよね、うん、でそう考えるとやっぱりあの周りの国 の, しょあの、うん、周囲の国の、ね、信頼をあの元にして、ね、平和にやりたいっていう そのままのものを、まあ、憲法9条全文に書かれちゃってると、で私もこれはね本当にいや今憲法改正だっていう議論いろいろ出てますけれども、うんうん、これやっぱ変えられないっていうのもある種分かるなっていうのは、うん、気がしますね、なかなかそう変えたくても変えられないっていうかね、うんうん、あのね、要するに憲法の問題はやっぱり作った時のね、まあそうですね、意図がね、はい、あってね、はい、要するに、はい、占領基本そのものでね、はい、やっぱり憲法全文の書きぶりなんてものはね、はい、かなりむちゃくちゃだし、まあ そ, うですね、でその辺はやっぱり何て言ってもこれは納得できないんですよ、はい、できないんだけれども、あの全部それじゃね、うん、まあ、完全にむちゃくちゃかというとね、そうでもなくて、ね、そ, う そ, うなんですよ、それ分かった、例えば事実上象徴だったわけだしね、はい、あの天皇陛下はずっと歴史的にもね、はい、だからそれはいいんですけどもね、要はそういうことも含めた議論がしてないんですよね、はい、そうですよね、はい、まあ、そこが一番問題なんですよね、